1年間家に置いて守っていただいたり、幸せを呼んでいただいて1年間お世話になりましたという気持ちでまた納めたりして、それでこのようにたくさんの奉納される猫が増えたんです。Actually googled Instagram Spots Tokyo and this came out. So this was named as one of the most Instagrammable spots. 何かを持ってく猫が皆さんに与えるんでなく、皆さんがそれを自分の手で、掴み取るというか、皆さんの努力によってそれを勝ち取る、得るような、そういう、きっかけを与える猫ということです。